ソネ原六蔵文化7年10月4日は、江戸時代、出羽子草方の植林化。秋田街道沿いの吹き浦と坂田の間は、砂地で、草木は一本も成長せず、毎年風害をこむっていた。六蔵は、暴風林をも兼ねた植林を企て、庄内藩の許可を得て、1780年に砂地に住宅を構え、14個ほどの移住者を募り、共に植林に従ったが、 風害のために容易に成し遂げなかった。非常な深苦を舐めて、ようやくのことで244兆余りの植林を成し遂げた。その植林本数は190万本に達すると言われる。藩主はその功績を称して1802年に南北1525軒、東西600軒の土地を衛生預かり地として与え、勝子の地を開墾しようとも、 年貢不益を免除する旨申し渡され、以後しばしば金国と所要された。六蔵の死後、1821年にその子をもって、子孫に五人ぶを授けられた。墓は、山形県湯座町菅里あざ、菅野の集落の墓地にあり、墓地からは、町会山と共に、黒松の暴風林に守られた、菅野、八地等の集落を見下ろすことができる。近年では、 墓地周囲の黒松も切り倒され、墓の周囲には収益性の良い杉が植林されている。ことバンク。ありがとうございます。